電気店。電気店とは、家電製品を販売する小売店のことである。なお、本校では、個人経営の商店を中心に扱う。大手企業による量販店の詳細に関しては、家電量販店の項を参照。元も々ともとは、電球や、二股ソケットなどといった、電気関連の器具、照明器具を販売していたため、電気の木や、機械の木ではなく、 器具の器を使うと考えられる。ただしこれら電気店の屋号では、電気や電気などもしばしば見受けられる。そのため、電気店や電気店という表記も別に間違いではない。これは電気工事主体から始めた電気店のように様々な店舗があり、決まった形がないためである。これらは店舗の形態としては、特定のメーカーを主に取り扱う取り次ぎ店や、 複数メーカーの製品を扱うが、個人経営など小規模な店舗である、いわゆる街の電気屋さんと複数のメーカーを取り扱い、なおかつ一括大量仕入れによって大量に安く販売する量販店の二通りに分かれる。前者は地域密着型でアフターサービスの質を、後者は価格の安さや商品種類の豊富さをセールスポイントとしている。ただ最近は、 量販店もアフターサービスの充実に力を入れるようになってきてる。その一環として量販店とフランチャイズ契約を結んでいる町の電気屋さんも存在する。この他、総合スーパーやホームセンター、さらにデパートも家電コーナーを設けている店が多いのでこれらも量販店に含まれる。その一方でパソコンやその周辺機器は総合家電メーカーでも製造。 発売しているが、これらの製品は量販店や専門店での取り扱いが主体となっており、いわゆる街の電気屋さんでは扱わないことが多い。ただし個人経営が多い街の電気屋さんは経営者の世代交代などによって取り扱いの変更もある。主に家庭の電化の進興に伴って没効し、大衆が家電製品を日常生活の中で 一般的に使い始めた高度経済成長期に急速に増えていった。その多くは個人経営の焦点だが、各々の家電メーカーはこれらを手厚く保護することでた、業種には類を見ない流通形態が形成された。その一端が一般にはメーカーの直営店だとすら誤解されるメーカー名を全面に押し出した店の外装に現れている。 これらはメーカーの宣伝広告費などから出される回転、回送の補助金制度の件としてメーカーから提供されるもので、これらには店の屋号と共に扱う商品のメーカーが一目でわかるようになっている。まだタライト洗濯板という様式が一般的だった1950年代に三洋電機が自社製品の洗濯機を普及させるため、 実演販売を定期的に行ってもらうことを条件に特約契約を結んだ形態が存在する。当時は電気店ではなくラジオショーという故障が一般的だった。これはラジオ受信機が主な商品で同時に修理もしていたことに由来する。本格的な地域電気店ネットワークは1957年、松下電機、現、パナソニックがナショナルショップと、 ナショナル展開を発足させたことに始まる。前社はパナソニック製品専門店。後社はパナソニック他社取扱店。現在はすべてパナソニックショップに統一。以後パナソニックショップは右肩上がりに急成長し続け、国内最大の地域電気店ネットワークとなり、他社系列点数を大幅に上回る店舗数を今なお維持している。個人経営でも、 経営利益により店舗設備に格差も見られる。店内照明は通りに面した最高性の高い大きなガラス窓などであるが、電気代節約のため、店内照明を日中は控えめにするケースも見受けられる。自動ドアを導入している店もあるが古くはガラス引き戸が主流で、店舗によっては初犯の事情で自動ドアを導入していない店もある。営業者は車体に店名。 取扱メーカー名がペイントされた軽トラック内し、ワゴン車が使われるが、個人経営の零細店舗では、自家用車と共用であるケースも見られる。ただ、個人経営店では経営コストの関係から車用車を置く場合でも維持コストの安い軽自動車が主流である。1960から1970年代には、加減製品が多様化、いわゆる三種の人器に代表される大衆の強い。 購買意欲の対象となる家電製品が登場した。各家電メーカーやその前身の電気機器メーカーは、こぞってそれらを発売、激しく競争して、全国各地の電気店を支援しながら特約店契約を結ぶことで地域の電化に貢献。メーカーも潤い電気店も、しげした。この過程の中で、各メーカーは電気店から得られた。 消費者の生の声を新製品開発にフィードバックすることで製品の質向上や取扱い製品の拡充を行った。また各々のメーカーはそれぞれ独自色を持たせながら他メーカーと競合する製品を市場投入したが各々のメーカー側の特約電気店同士が距離的に離れているため緩やかな販売競争は見られたもののむね共存状態にあった。 この時代を通じて、おののの大手家電メーカーは、一つの家庭が求めるすべての家電製品を一通りは作っているという総合家電メーカー化を果たしている。これによりおののの特約店は、安心して一社の総合家電メーカーに依存する形となった。この時代にあっては、日本全国つつ裏裏という形容詞通りの状況で、地方農村、 漁村や離島にまで様々な家電メーカーの名を掲げた電気屋さんが見られた。その数は現在のコンビニエンスストアにも劣らない。一例として2001年頃のパナソニック系列の電気屋さんとセブンイレブンの店舗数を比べるとまだ圧倒的に電気屋さんの方が沢である。当時の家電製品は単純な構造をしており、簡単な気候的なトラブル、消耗品の損耗や 部品の劣化、破損などはこの、町の電気屋さんに持ち込めば消耗品等は、電気店に、一定のストックがあったたに大概はその場で修理され、必要な部品を取り寄せる場合でも一週間程度で、電気店自らが直していた。なお、どうしても直せないものだけが、メーカーに送られ専門の修理スタッフが対応した。メーカー各社もおののの特約店に、 修理のための技術提供を積極的に行うとともに、これら町の電気屋さんに積極的な支援を行うため、各都道府県ごとにサービスステーションや死者の形で出先機関を受けて対応。を、ほとんど各電気屋さんの裏庭まで各家電メーカーがバックアップに来ているという状況を形成していた。定期的に電気店向けに商品の取り扱いから修理に至るまで、 全般的な商品説解を行い、各電気店ではさらに契約している家電メーカーとの共存関係にあった。メーカー側はいくら自社で製品を販売する力があっても直営店を設けず、またおののの社でも直接消費者に製品を販売しなかった。1980年代に入ってくると、次第に家庭向けの電気機器は高度で複雑なものとなり、 また取り扱う種類も増えたために、一階の町の電気屋さんでは修理は愚か詳細な製品説明すら難しくなった。またテレビゲームや8ビットパソコン、8ビット誤算やや MSX 等を参照ワープロのような電子機器の市場に総合家電メーカーが興味を持ち始め、ますます町の電気屋さんの手に負えない状となった。 特に家電普及当初にその多くが回転した町の電気屋さんでは高齢化も進み新製品への対応が難しくなったところもあるがその一方で精密な製品も増え到底町の電気屋さんに持っていけば直しくれるというサービス形態を維持できず壊れた家電製品はメーカー修理が当たり前となってしまった加えて専門の技術者による修理では人件費も高くつくため 結果的に、修理に出すと高くつくという傾向が発生している。またこの時期には、量販店の走りとも言えるディスカウントストアが増加、雑貨に混じって、家電製品も扱うようになり、品質的には、多少何のある製品、安価な三流メーカーや海外メーカーのコピー商品や、片遅れの旧来製品を安価で扱うようになると、次第に低価販売が原則の 町の電気屋さんの市場を侵食していった。ただこの当時、ディスカウントストアで扱われる製品は、必ずしもすべの消費者に受け入れられていたわけではなく、品質や性能に何があっても安売りを狙う、消費者のみが利用していた。1990年代になるとこの傾向はますます、加速、海外生産拠点で、安い人件費で組み立てられた安価な製品が、 出回るようになると、修理費と買い換えた時の価格の逆転現象すら発生。さらには、家電量販店が出てきたことで、ますます修理コストの方が割高となる傾向が顕著となってしまった。この時代になると、町の電気屋さんは、もはや消費者にとって、家電メーカーとの取り次ぎでしかなく、せいぜい電気製品を家に配達してくれて、 設置までしてくれるという存在に過ぎなくってしまっていた。この状況下では街の電気屋さんは魅力をかき世代交代が起こりにくくなったため店主の高齢化を理由に閉店するケースも続発している。地方町村ではこの名残で錆びたシャッターや色あせた看板などが当時の面影を残している。経営存続の意欲がある系列店の反則支援策はパナソニックが以前から 変身ショップや、後日の、スーパープロショップ、さらに、パーソルパナソニック HR パートナーズ、松下幸之助小学院にいる後継者募集、育成や、企業相談会などという形で強化してきた。しかし他社はその施策、特に従業員募集と後継者育成が出遅れ、パナソニックに大きく、水をあけられる形となった。よって、パナソニックショップの場合は、 後継者難などで閉店する系列店の割合が比較的低いが他社についてはその割合がパナソニックショップより高い。理由はパナソニックの場合、系列店を構造改革しながら量販店市場を拡大してきたのに対し他社は意欲ある店に対して反則支援をせず系列店をないがしろにして量販店市場を拡大してたため結局はやる気があるなら 徹底的に支援するというパナソニックの長年にわたる施策に支えられた優秀なパナソニックショップが他社系列店を凌駕する形になったからである。結果、パナソニックショップは地域電気店で組織する業界団体、全国電気商業組合連合会加盟店の実に7から8割を占める形となった。またパナソニックショップを管轄する。 パナソニックコンシューマーマーケティングエルイン社には不調な他社系列他業種の小売店から好調なパナソニックショップへくら替したいという企業相談近年急増しこのこともパナソニックショップ以外の他社系列店現象に拍車をかけている一度は家電量販店に追われる形でその役目を終えたかのように見られていた街の電気屋さんだが 1990年代後半から2000年代にかけて次第にその様相を変えながら再び注目を集めるようになってきている。その一端がホームシアター等に代表される娯楽家電機器の流行に見られる。これら機器は相互に接続して初めてその機能を発揮するが様々な AV 機器は非常に多くのコネクターを持ち、その配線は一般の消費者には理解しづらい。 また地上デジタル放送対応機器、いわゆるデジタル家電は従来の機器と異なり、接続の他に様々な初期設定が必要である。取扱説明書が目的別に分割されていること、新しい専門用語が多数出てくること、さらに従来のアナログ機器にはなかった新しい項目が加わったことから、接続や初期設定などの設定までサービスを受けている店舗もある。 このような機器の設置工事では購入した家電の配送までしか対応しない家電量販店よりも量販店では設置、接続、初期設定の作業まで依頼すると出張手数料が別にかかることが多い地域に密して信頼のある町の電気屋さんに依頼するケースも増え、中高年層を中心にこれを通じて次第に家電量販店から 町の電気屋さんへと回帰する傾向も見られる。もともと町の電気屋さんは、様々な形態があり電気工事店としての側面を合わせ持つことも多く、中には、主要業務がむしろその方面であることも少なくない。経営者内し従業員もノウハウの差こそあれ電気、工事士の資格を持つ者がほとんどであり、さらに様々な資格を持ち家電の枠に収まらないことも、ある。 特にデジタル放送が主流になると機器の通信用に電話回線やランケーブルの配線工事が必要になった。通信回線の工事には電気通信設備工事担任者の資格が必要になるが家電量販店側にとっては店員に資格を取得させるよりもこれらの工事に精通した町の電気屋さんに依頼した方が低コストである。このか高齢化によって あまり出かけることのない高齢者宅や各家族家によって、高齢者のみの世帯も増え、これらへの細かいケアが可能な、町の電気屋さんでは消費者のもとに出かけていきめん、テンスを通じて、信頼関係を築く方法も模索されている。こういった動きを受けてか一部の家電量販店では、町の電気屋さんと、フランチャイズ契約を結び、さらなる販路の拡大や、 大型店で販売した商品の細かいアフターケアに当てようとするものも現れるようになった。さらに電機メーカー各社は前述したパナソニックのスーパープロショップ製を皮切りに系列店を売り上げ像に一層意欲的な店舗のみに再編する施策を進めている。特にパナソニックは2007年度以降販売の力点を量販店からパナソニックショップへ移行させ 段階世代大量退職による新規顧客増に備えるとともに、隠し工事の注文がパナソニックショップ1箇所で止めて、可能なワンストップサービスの充実も図る。またシャープもこれまでのフレンドショップと呼ばれる自社系列展望を大規模再編して、反則のノウハウ等を提供する新たな加盟店組織を達させ、将来的にシャープ製品販売に、 積極的な自社系列店を倍増させる計画を発表した2007年11月16日全国の地方市長官記事で一斉報道。投資バストアや日立チェーンストールなど他社の系列店数が全国で1万店未満なのに対しパナソニックショップは店舗数が全国で1万8000店という日本最大の地域電気店ネットワークを誇っているとから パナソニック側はこの調所を最大限に生かして今後の売上増への足がかりとする計画である。同業他社もパナソニックの動きに同調する形で遅まきながら系列店への反則支援を強化しているが後継者育成や従業員募集に消極的。少子高齢化時代を肯定的に良きビジネスチャンスと捉えて売上を倍増させる店と 後継者難、売り上げ大幅減から傷んだ、看板交換、店内改装等の費用の捻出ができずに廃業する、店との2かが店長である。売り上げの多い店は、店内外の装飾、宣伝用のぼりを、季節ごとに変更したり、さらに色あせ、破損が生じた、看板交換等の各種費用が、時点売り上げの中から捻出可能だが逆に、売り上げ復活後継者難の店は赤字で、 看板交換等の費用が、時点の売上のみでは捻出しがたいこともあってか、色褪せ、破損した看板や、消ンドを売れ残っている数年前の旧商品等が交換、売却等さずに放置、見せざらしされている傾向にある。日本では2000年代に、テレビ、ブラウン管式エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコンを、買い替えや引っ越しなどで、 廃棄処分する際は、家電全般の家電リサイクル法やパソコンの資源リサイクル法の規定によ使用済み商品の再資源化、運搬、引き取りなどの諸費用の一部をユーザーがメーカーあるいは電気店に支払うことになっている。なお費用はメーカーや店舗により異なる。これらは日本国内で1980年代以降、家電製品が 修理に出すより買い替えた方が安くつくや、製品の陳腐化、球体化が激しく、壊れる頃が買い替え時といった風潮から大量の加減製品が大生産、大量消費されていたことが、ゴミ問題を招いたところに、追う部分が大きい。同法試行直前に駆け込み需要が見られたものの、試行後は、一般家電の売上微減傾向も見られる。電気メーカー各社では、 顧客への営業、反則活動用として、伝票、ポケットサイズのセールス用カタログを発行している。これは、一般客向けのカタログやチラシとは異なり、店内閲覧のみに限りされ、一般客、部外者が店外へ持ち出すことは禁止されているほか、問い合わせの際のポスコードや、部材製造元の連絡先が詳しく掲載されている。またそれぞれカタログ名は各社異なっている。 電気メーカー各社では旬の新製品情報をまとめて掲載した特選品カタログを発行し季節ごとに行う展示会開催時に顧客へ配布している。なおこのカタログは各メーカーの系列電気店にのみ置かれ、量販店には基本的に置かれていない。ただメーカーや量販店によっては一部置かれている場合も存在する。 なお、全国電気商業組合連合会という業界団体があり、本部、東京都文京区、全国の町の電気屋さんのほとんどがこの組合に加盟している。町の電気屋さんでは年に数回、地区ごとに展示会を開催して、春の電化製品を通常期より大幅に安い価格で提供しているほか、来場記念品や製薬記念品も用意している。来場の際、 事前に特約店から配布された招待状の提示が必要。なお、展示会の開催方式は、ホールなどを借りて行う合同展示会と各店で個別に開催する方式の二通りがある。前者はスペースの都合で普段時点に展示できない大型製品も展示できる。以上のメーカーは、TV ラジオ CM で展示会のお知らせが流れているが三菱電機ストアの 場合は合同展示会は行うものの、特定の名称はなく、CM も流されない。山陽電気系列店の場合は、春、秋に全単位で合同展示会が行われることが多い。しかし、シャープソニー・ビクターの各系列店では、現在蒸気のような新製品展示会を実施していない。なお、展示会の開催には、様々な費用、来場、 製薬記念品、店内装飾、販促カタログやチラシの準備、合点の場合は、会場事前予約等が発生するため、売り上げが落ち込んでいる店舗は、この展示会参加を辞退することが多い。全国的に量販店との競争劇化や経営者の高齢化、後継者難によりこのような新製品展示会に参加する地域電気店は減少を経に、歯止めがかからない状態となっている。 さらに合わせ店の会場選定は集客、参加点数、製品の契約及び売上状況、実績、他団体との兼ね合い、使用量等を考慮しなければならないので非常に難し家電量販店高を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。